今回のアンブレラはチンチの放出まであと2秒リエル、これかわいい白ワインが来上がりました。しかもチリさんだぞ。エチャルケンいけます。ドラゴランク芋煮っすね。強っ。ちょっと待って、離席しますですよ。離席しますだったっけ。アリケンさん待って。はい、じゃあチンチロしますよ。聞こえちゃう。はい、よろしくお願いします。せーので出しますか。せーのでいきますか。了解です。チンチの放出まであと2秒。手持ち的に一旦40個買って戻ります。告知するまでも。それではサイコロ放出。あの僕昨日エンジンサイコロが放出された。もうないんです。ごめんなさい。弱みハンターは弱いようだ。ひふみと2ね。ひふみ出して負けました。どうぞリエル、今日何人殺した。ゼロ。ゼロか。放出払ったんだ。そういうの倒せない。ハンター放出まであと4秒。マサムレは逃げ切れるのか。捕まったら1億円の罰金。5予算1。捕まった。ハンターに危害を加えるのはルール違反。ハンター放出。ハンター、あらー。5人のハンターが放出された。全財産なくなる。俺今もうそれ止まれ政宗。おかしいな。誰か陳情しよう。え、誰か我が輩に陳情して。なんでなんでなんでやりたいやりたい。え、かえ金必要なの。いや今ねやりたい気分なの。いくらで。1億。あ、持ってないから無理だ。お前、おあそこ緑のチンチロハンター放出。マサ君やろう。マサ君緑のチンチロハンター放出。一応ね、誰かやってくれる人。我が輩と目標さ、今鈴木いくらだ。7000万。5000万。あちと5000万でやる。やる。でもあち5000万しかないんだよな。お互いじゃいいじゃん、ちょうどいいね。じゃあやるか、うん、いくよ。存在をかけたバトル、レッツゴー。なんか勝てそうな気がする。じゃあ私行くえ。だから5い。2倍付け。はい、私の勝ち。じゃあ455に1億。うん、いやいや、あそこ1億か。うん、今さ7000万しかないんだけど、どうしようかな。じゃあ3000万なんか頑張って稼いで。10100000万10万100万。は、待って、チャル、うん、あ、お前700万しか持ってなかった。向かってますね。じゃあ1億借金だ。ちょっと覚えといて。あ、じゃあなんか忘れないようにどっかメモしとくえ、うん、じゃあ行くわ、博士。いいぞ、いつでも。リエル、リエル行くかい。じゃあ、はい、行きます。リエル、これかわいい。しかも雨の。かわいい。いや、まあ、リエルちゃんかわいい。めっちゃ雨だけど。聞いてくださいよ。うん、ウーバーでね、あのお酒頼んだんですよ。すみません、行き帰りました。日本酒をね。うん、白ワインが来ました。どういうこと。そんなことある。それだ、それ脇用の舌とかじゃない。大丈夫そう。舌ってこと。いやいや、もう、もう焼酎も。本当に日本酒でね。パッケージが白ワインだ。しかもチリさんだぞお前。チリさんの日本酒したことないかお前。チリさんの日本酒。日本酒ねえだろお前。チリさんの日本酒なんだよお前。がっつりチリって書いたんだよお前。おもろ。やばいやろ。今切っちゃうから。ちなみに3時からバロン行く人も誰。脇尾、くまちゃん、博士、アリ、チャル。あ、いけない。いけます。ありって、脇尾博士、熊ちゃん、チャルケン行きます。じゃあ5人やね、あと5人でカスタムできるよ。お疲れ様です。インドリーあたり呼んどきます。インドリーなんだ。あ、もうそんな集まったんだ。みんな、みんなやんの。うん、誰でも強すぎると強すぎるもんな。強すぎちゃダメ。基本もみんな強すぎると。今強い人何人いる。その強い人22とかに分けないとマジでバランス崩れるから。分からんのよね。那須さんと俺もそんなのやろ。まあ自分で言うのもなんですけど、まあ私まあ私ボスの対抗を一人呼びたいよね。私そんな強くないから。いいや、ボスのオペア脅威。あ、でも脇尾いるんじゃないの。脇尾、え、脇尾入れて9でしょ。いや、ボスと対抗枠は脇尾になるんじゃないですか。ああ、まあそっか、脇尾もうまいか。できない人は。じゃあ下手くそな人。逆に電話かけづらいわ。はいはいって言ってるよ。あなた下手ですよねってこと。このアーカイブ。でも初心者だったらズズ。ズズ。ズズは初心者だった。ズズやってるな最近。ズズ電話してみるか。かキミトス。キミトスはね多分ねこの時間寝てる。でもズズいない今日。え。あと知らないな初心者。いや、まあでもその下の方の人たちの誤差は。正直埋まるんだけど、上の方の誤差が埋まんないんだよね。うち会うと、上手い人いいんだったら、上手い人ちょうど良くなるかな。
何言ってんすか。出た、レリアの自己犠牲きた。もしかしたら強い人4人組が来るかもしれない。え、彼さん何言ってんすか。そう、カレンさん、カレンさんが逃がさないよーん、外れることになるからね。逃がさないよーん。そうなると僕もそうなっちゃいますから。それで言ったら、あと一人太った人来てくれないと困る。なんでだよ、太った人でかさだよ。あれ絶対剣くんのとこ行ってんやん。剣上手くなかったっけ。それだわ、あと一人絶対誰ですか。誰かわかったわ。ええ、虎の、虎の人連れたわ。店長ですか。店長やね。もう一人しかおらんやん、店長。店長のランクどんぐらいなんだろう。ラーメン屋の店主釣れたわ。まあ強さは知らん、正直。どんぐらいだったかな。割とうまかった覚えある。みんなで聞きに行く。お前ちょっとみんなで聞きに行くか。あと3分、あと3分、555。おーい、どんだけ強んだ。おやすごすぎる。おめえどんだけ強んだ、おめえこれ。どんだけ強いの。誰よ。俺もう下にしばらくやってないっすよ。ランク教えんかい、最高ランク。教えんかいわ、誰が。しばらくやってないっすね。最高ランク教えてよ。最高ランク、あの芋にっすね。うつよ。ちょっと待って。やばいやばいやばい。しばらく何ヶ月もやってないっすもん、今1ヶ月くらいやってないっすよ。やばい、ダメだよ、お前アウトしたらダメだ。まあまあまあ、いや、オートバランス、オートバランスっていう神機能があるから。ほんまに、いや、これだって。いや、今あ、だからあの流液にしとかにすればいいんじゃない。いやでも大丈夫、大丈夫剣。何、芋なんて。俺が止める。じゃあ今から M 練習します。わかんない。いやランダーがどこ練習してる、練習してる。オッケー、じゃあ俺ミニマップ見とくわ。いや違うだろ、一番上はレディアントだろ。あ、そうだそうなの。じゃあうちそれぐらいの知識だ。いやマスターやね。大丈夫ですか。エフェクスマスターやね。剣と一回したな、そういえば。私なんてもうレベル3だぞ。え、なにここ大貫通ありなのこれ。もう残り1分だから、もう残り1分だからかかってこいって感じ。やれるもんだな。面白かったんだよ、剣と最初やった時さ、剣がトイレ行きますって言ってさ、剣ミュート忘れてさ、ガラ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 ってなんか氷を。トイレ行きますじゃないっすよ、離席しますですよ。離席しますだったっけ。アリケンさん待って、またいいのか。一番貫通したじゃねえか、お前。一番貫通した。ちょっと待って、メリハリつけないと俺は無理なんすって。メリハリがないと。ダッシュ動か。メリハリがなすぎる今。楽しそう、ずりー。ストグラ六歩で行きますか、じゃあ。オッケー、いってらっしゃい。はい、じゃあ行ってきます。ありがとうございました。